ものすごい川田コール。2002年2月24日午後5時34分今決戦のゴングなりました。さあまずはどちらがどういう戦法で来るんでありましょうか。思えば昨年の4月14日まだ桜の花が残っていた北の丸公園の中にあるこの日本武道館で行われたチャンピオンカーニバルワンナイトスペシャル特別試合で川田俊明と対戦し、シャイニングウィザードで武藤が川田を撃退。6月8日同じくこの日本武道館で前チャンピオンの天竜を下し第27代三冠王者となりました。それ以後全日本プロレスの武道館決戦は全てメインイベント登場武藤敬司。さあ菊池さん、はい、まあ川田俊明がですね、はい、今日勝ちますと8ヶ月ぶりにこの全日本待ってるこの三冠のベルト戻ってくることになるんですからね。そういうことですね、川田にとっては4回目で何年ぶりになるんですか。3年ぶりですかね。そうですね、さあこの川田俊明見合った一旦川田が初めてこの三冠を奪取いたしましたのが94年の10月22日この日本武道館で当時チャンピオンだったスティーブ・ウィリアムソンを破り第12代三冠王者となりました。さあその川田俊明武藤敬司が、まあ、その小佐野さん、はい、武藤が言うには、その川田は相手には不足はないという。そうですね、はい、まあ、そのあたり川田にしてみれば勇猛果敢にここ攻めていってほしいですよね。そうですね、武藤にしても、まあ、何回か防衛戦重ねてきましたけども、はい、やっぱりその川田とやって勝って、もう一回ベルトを締めて勝って初めて、はい、チャンピオンなんだという意識があったんじゃないですかね、それと今までと違って立場はもうほとんど全日本プロレスの選手と言っていいぐらいでしょ、はい、これで真の全日本の頂点に立ったと言えますからね、はい、武藤が勝てばですよ。そうですね、はい、さあその武藤敬司グランドの展開か。しかし川田俊明がその武藤の左の脇から自らその技を切り抜けて後方を回ってくる。一体このエキサイトシリーズ武藤を倒すにどんな策を練ってきたのかこの川田俊明。さあこの川田俊明そして武藤敬司ここは後方からグランドの展開挑んでくるんでありましょう。あえて武藤はいかない、あえて武藤はいかない。さあそして今度は右肘、肘でもって後頭部のあたりをこすっていこうというこの川田俊明。全日本プロレスファンの皆さんはやはりこの川田俊明にあの歴史があります三冠のベルトを巻いてほしいと願う。しかし武藤敬司ファンの皆さんはこのベルトを死守してくれよというそんな声援を武藤敬司に送っていることでしょう。両者にはそのファンの皆さんの声援が耳に届き、そして激闘をこの四角いジャングルで展開しているわけであります。東京九段の日本武道館16,500人、一睡の余地もないほどの超満員の全日本プロレスファンで埋め尽くされているわけであります。全日本プロレス三冠ヘビー級選手権試合武藤敬司対川田俊明の一戦、あっと今度はアームブリーカーに組んでありましょうか。武藤敬司天才です。188センチ110キロ、新日マット離脱が1月16日明らかとなり、2月9日エキサイトシリーズ開幕戦後楽園ホールに現れ、王道マットの本当の意味を探しに来ましたと語り、ファンから声援、一方では大きな大きなウイングが起こりました。武藤敬司。さあ一方は川田俊明、戦国時代中国の歴史三国志に例えれば川田が劉備玄徳ならば武藤は曹操。今度はロックの体勢を作っています川田俊明、一方は武藤敬司。まずは川田の出方を見ようというのか。さあ川田にレッグロックの体勢から何に浮くんでありましょうか。さあ膝に膝を当てがっておいたこの川田俊明であります。ボアンドアロー弓矢のためか。しかし今度はサードロープエスケープ武藤敬司。さあ菊池さん、はい、まあ武藤がですね、はい、川田が一体どんな戦法で来るのか、はい、序盤戦はじっくりじっくり見てみようと。手の内と心理を読んでますよね、はい、焦ってるのかじっくり来るのかというところも読んでます。武藤川田としては焦って当然なんですけどまだ焦ってはいないようですよね、はい、
大佐野さん、はい、まあ、川田もですね、まずその、あんまり序盤戦は出ないで、少しそのチャンピオンのどういった動きをするのか、はい、読んでから自分が行こうという、そんな感じですね。まずまあお互いの感触を確かめて、はい、あの指先で相手のコンディションも確かめて、はい、心理も確かめてという、なるほど、展開ですね、はい。お互いに今後どういう戦法でいくのか、自作状態か。さあ、ブルーの大海原、王道バット、天国にいらっしゃるジャイアント馬場さんも真剣にこの両雄の激闘を天国から見つめていることでしょう。分けるレフリーは和田恭平レフリー、声をかけるその声もいつもより以上大きく大きく響きます。さあ、川田俊明しっかりと武藤圭司が足を取っています。ここはやはりあの菊池さん、はい、武藤圭司のシャイニングウィザードを少しでもその力を、減らすということで、非常に古傷持ってます、はいはい、それ攻めるのは上等手段ですよね。なるほど、ここはセカンドロープにエスケープ。さあ、川田俊明、そして武藤圭司に後頭部のあたりにストンピングを放ちました。さあ、川田俊明、そして武藤圭司、バックボーン蹴りました。川田俊明、思いっきりライトからバックボーンのあたりを蹴っています。じっくりじっくり試合を挑んでいこうという、さあ、そんな川田俊明、武藤圭司チャンピオン、まずはチャレンジャーの出方をじっくり見ようというのでありましょうか。後方を回っていって、さあどうする、武藤がバックを取りました。バックを取っていったか、シャイニングだ、しかしブロック、ブロック、ブロック、今度はハイキックをブロックした武藤、低空できた、低空できた。さあ、川田俊明がスペースローリングエルボーを食らった。やはり菊池さん、はい、武藤が動けば川田も動く、はい、逆に川田も動けば武藤も動くという、はい、まあ、それがプロレスラーですけどね、はい、さあ、川田俊明、ほぼキャンバスの中央、お互いに起き上がってくるか、武藤がエルボー見合った、武藤そろそろエンジンかかってきましたね。そうですね、川田がここは呼吸を整えながら起き上がってまいります。川田俊明が2月21日成田大会を控えず、いろんなことを含めて無事に終わってくれればそれでよいと、そう話していました。さあ、今度は投げの、ここはお互いにブレンバスター、川田俊明が投げ、シャイニングミラーの、あっと、しかし膝が痛んだか、今度は川田もブロックできなかったですね。そうですね、今もう本当ノーガードで至近距離ですか、はいはい、でもいいタイミングでズバリ入っただけで武藤の膝も痛かったんでしょうね。あー、ノーガード、今のはね、武藤がわざとブレンバスターを仕掛けさせて受け身を取って立ってと、そこまで考えたシャイニングウィザードですよね。はい、岩尾も砕くようなシャイニングウィザード、しかし川田俊明真正面から食らってしまいました。川田がちょっと今、カメラ捉えておりますけれども、大丈夫でしょうか、左の頬のあたり、まあ、いわゆるテンプルのあたりに入ったんでしょう。さあ、天才がこの全日本プロレスの天使が日本武道館に吠えた。さあ、そして今武藤圭司が川田俊明の頬にやってきた。マザファーガー、ゆっくり引っ張り込んでいって、バックボーンをフェンスに打ちつけてまいりました、この武藤圭司天才。さあ、椅子を取って、ここはラフに来るか、和田恭平レフリーがそれを阻止。これは確か菊池さん、はい、あの昨年の4月10日から、はい、あの特別宿 の椅子を取って、そうそう、行こうと思いましたね、はい、さあ、武藤圭司、今度はその椅子を和田レフリーに預けてリングラインへと入ってまいりました。
さあ武藤がセカンドロープ乗っていった、低空の蹴り、川田俊明右のふくらはぎのあたりに入ってしまいました。低空に来た、膝狙いですね。はい、しかも本当にね、来るとは分かるんでしょうけども、見えない場所から飛んでくるんですよね、うまくね。そうですね、これはちょっと避けられないですね。はい、ああこうなってくると武藤敬司、川田俊明の右膝を完全に粉砕しようというのか。さあここ武藤敬司が川田をじっと見て、そして歩み寄っていったところ、足を取りました、竜巻が舞いました。強烈なドラゴンスクリューを食らってしまった。さあ川田、そして武藤、武藤敬司、ここはフィギュアフォーレッグロックを狙ったんですが、またドラゴンスクリュー、しかし川田が起き上がる、川田がカウンター、川田がエンジン、しかしこれは痛めている足を持ってカウンターのキック、そしてエンジン、さあ川田カウンター、そして石橋ハイテック、武藤敬司は飛来心状態、強烈な落雷を受けてしまったのか、武藤敬司バックドロップ、えつない角度ですね、そして抑えてカウント入ったのか、カウントは来る、なんかお互いに勝負をかけるのが意外と早い、そうですね、時期にお互いにかけてきましたよね。あの普段はこうじわじわとした攻めがありますよね、なんか一気にいってますね、2人とも左側を抱えたからじゃないですか、さあここは短期決戦に行くのか、川田が、そして武藤がお互いにここ仕掛けてまいりました。川田がパワーボムに行きたかったんですが、ショートの蹴り技も待ってきた、しかしブランケン、セカンドカウント2、低空できた。さあ武藤敬司、三冠のベルトお前に渡してたまるかという、そんな意気込みが伝わってまいりました。そして一方川田俊明、エキサイトシリーズ開幕戦後楽園ホールで、この武藤がリング上でファンの皆さんにマイクで挨拶をした後、その様子を控え室でじっと聞いておりました。しかし俺だってまだまだ王道ということを分かっていないのに、そんな武藤で分かるかよという、そんなコメントを発した川田俊明。さあ武藤がショート、浴びせ蹴りだ。さあ長野さん、はい、まあこれ川田もかなり先ほどのシャーニングウィザードからダメージがありますね。こういう展開になってくるとね、集中力が欠いた方が負けになりますね。なるほど、ということはあの気力との戦いということになりますね。そうですね、あの2人とも技切れますしね、はい、あのやっぱり研究して意表をついてきてますんで、はい、一つ受け身取り損ねたらおしまいっていう感じしますよね。あっとしかしまあこれはショートでもって、まあ、小手押しのような感じになりましたね。でもいいとこ入ってましたよ、川田俊明が何かちょっとこれ見るからにまだチャンピオンの手の中で
翻弄されているようなそんな感じでも見受けられますが、菊さんいかがですか。いや、あの武藤、川田の目は時々死にかけてるんですけど、武藤の目は全然死んでないですからね。あ、そうですか。はいはい、竜巻が待ったが、ちょっと川田大丈夫か。低空できた。武藤が低空。川田が悶々の表情。さあ、ここは武藤敬司。蹴って蹴って蹴りまくっていこうというのか。武藤敬司が今度は川田俊明のドラゴンスクリュー。一体何発ぐらい、もう15分経過、15分経過、竜巻が待ったのか。15分を経過。さあ川田俊明がほぼキャンバスの中央でもって、これはフィギュア4レッグロック、足4の字固めに捉えられております。川田俊明が痛めているその足のあたりに、三武藤敬司力を入れて、なんとか川田からギブアップの声を出させようというのか。リングの中央、さあ天才武藤敬司隣の汗をかいている。一方川田俊明も滝のような汗を流しつつ熱湯を展開しています。苦しいぞ苦しいぞ川田俊明。しかし川田俊明の背後にはもちろん全日本プロレスファンの皆さんが絶対に三冠のベルトを戻してくれよという、そんな願いを込めているわけであります。さあ今度は武藤敬司、左にひねれば今度は武藤敬司の方にダメージがあります。あっとひねった。さあ武藤が苦しい。さん、はい、いや本当にやっぱり意地と意地と意地の応戦ということになりますね。まあ、この技は効いてますけど、どちらもギブアップしないでしょう。こういう負け方は一番嫌いますからね。さあ武藤敬司、そして川田俊也、この後意地比べ我慢比べですよ。はい、そして武藤敬司が、あっとこれはひねられるか。しかしサードロープエスケープ、ちょうど放送席の目の前のサードロープに武藤敬司、そして川田俊明エスケープをしたところであります。しかし川田の膝、痛みが走っています。そのあたりをどのように攻めようかと考えながら、チャンピオン武藤敬司ベルト死守に向けて着実に激闘を展開して、ローキック、ここはローキック、川田俊明がローキックで来る。しかし低空、武藤が低空で来れば川田俊明もローキックを出します。完全に相手の足を殺してしまえとばかり両者の激闘。さあローキックローキック、しかしそしてヒールキック、強烈な川田俊明のヒールキック、そして武藤敬司、これは完全に菊池さん、はい、武藤の右の頸動脈のあたりぐさっと入りましたかね。そうですね、ただ武藤はまだ死んだふりですよ。なるほど、大佐野さん、はい、やはりそのあたり新日本のマットでも武藤敬司貢献も実数高めてますね。チャイナーが来ましたね。さあ今日はほとんどノーガードで食らっている。逆にね、これだけシャイニングウィザードを出してるっていうことは、ええ、何か武藤の中で作戦が狂ってんじゃないかなっていう気がしないでもないんですよね。まあ、通常ですと、まあ、2、3回出せば決まってしまうわけですからね。抑えていってカウントは2、カウントは2カウント、武藤敬司、さあ川田俊明、嫌というほどシャイニングウィザードを食らってしまうのか。そして武藤敬司テイク、自ら大きな声を発しまして、川田俊明変わって、しかし低空を食らってしまいました。低空を食らって川田は来いと言ってますね、はい、足を差し出してね、低空できた。
川田利明を支えているものは天国にいらっしゃるジャイアント馬場さんの視線だけか。さあ川田、馬場さんもじっくり見ています。川田よ、3つのベルト全日本マットに戻してくれ。その願いを川田は応えられるのか。低空無刀、20分経過。やっぱりキクスター、わーまた来ましたね。キクスさん長期戦ですね。なんかありましたね、これは。はい、武藤は一発一発技を仕掛けてこの間の間に考えてるみたいなんですよね、次の手をね。なるほど、多分頭の中でいろんなこう組み立てができてるんだと思います。ただ右膝出して来いって言って、肉を切らして骨を断って先方を取ろうとしたんだけどそこまでいかなかった。そうですね、はい、まあ長野さん、やっぱりあの先ほどおっしゃったように武藤敬司ちょっと作戦がいつもと違うというね。そうですね、組み立てをわざと変えてきたのか、どうかちょっとその辺わからないですけどもね。はい、まあ、臨機応変の効くところですからね。川田利明は剣道将来、そして武藤敬司は竜王邁進か。そんな中二人の激闘、日本武道館が見つめている。サッカーボアーチティルがありません。しかし武藤の低空の蹴り、武藤敬司、さあそしてラオブラクシャイニングだ。シャイニングウィザード、今のももろに入りましたね。はい、片膝ついた人一番危ない人取っちゃったもんね。はい、さあもう今日川田は一体武藤敬司のシャイニングウィザード、何発食らっているのか。天才が待った、天才が待った。抑えてカウント、どうか、カウント2、カウントは2。何かノストラダメスの大予言、恐怖の大予言、今中から待ってくるのか。シャイニングメダル、今のは大佐野さん、ちょっと当たりは、ね、そうですね、川田が巧みに体をずらしましたんでね、はい、で武藤はムーサルとかわされたじゃないですか、これはもうここ一番の膝へのダメージを考えたここ一番の技なんで、これをかわされたのは武藤にとってかなり痛いと思いますよ。そうですね、膝のダメージも大きくなったんですね。川田が円錐、これで取れるか。三冠のベルトよ、俺に任せろ。抑えて、カウントはどうか。カウント、カウントは2、入らない。三つ目が入らない。勝利へのパワーダムがいかない。天才も粘った。ショルダースルー、足を持ってドラゴンスリュー、エンジンはブロック。パワーダムとオードラリアット、さあ川田、これで抑えるか、抑えてくれるのか。さあどうぞテレビの前のファンの皆さん、声が枯れるまで両選手に声援を送りください。パワー、これで取れるか。ダメです。天才が粘る。勝機が到来するか。
しまっと今、馬場さんの方向を見合った。さあ川田、馬場さんが後押ししてくれる。あと一歩だ。かかと落とし。そして今度ちょっとスタミナが、岸さんどうですかね。ちょっと力が慣れてきましたね、はい、武藤が踏ん張ったせいもありますけどね、はい、さあ25分経過、25分経過、25分ですね、25分です。長期戦です。エンジョイ。さあテレビをご覧の皆さんも、もちろん歴史の勝利。エンジョイ、執念のエンジョイ。もう一歩帰った。さあ、激闘は思考を溶かしてしまうのか、パワーボールで決まるか。さあ川田、力を川田が取れない。パワーボールとこだわってるみたいなところありますね。あ、そうですね。そして、あ、落としました。岩尾の逆に打ち決まった。何か大手のマットに、これはもうずぶ濡れ状態。押さえて、どうきたんですか、はい、いや今のはもろにね、はい、首あたりから落ちましたもんね。そうですね。連続。さあ川田、これで決めるか。